ありがとうございます。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 おめでとうございます。ありがとうございます。せやお前は店長やわ。あの歯医者だから。あともう一本いけてたな。ほんまホストみたいなことを言うてんな俺。イベント組んでます。1日。あ、今日イベントなんですか。はい、1日店長。あ、はあ、店長で来るんですか。それこそで、もともと店長さんもそうでしたし、熊田陽子さんとか、まあ、それこそエンリケさんが1日入店とかスタート出社して結構いますね、うちは、うん、今日は、宮迫さんです。宮迫さんがそのお席について一緒にお酒を飲むんですか、お客さんと。そうですね、もう本当の普通のホステス同じような形でやると思います。それは全員やってくれない。じゃあ、何なんですか。今日一日店長される宮迫さんのオリジナルシャンパン。そうなんですか。どうですか、宮迫さん来るのは。なんか緊張しますよね。なんか多いみたいです、お客さんも。あ、そうなんだ。はい、楽しみに来られるそうです。どうしたんですか。宮迫さんのファンとかそういう感じなんですか。あ、大丈夫ですか。よろしく。はい。仕事やから。バランスね。バランスね。仕事や仕事。で、そういう思想やったら言ってくれ。あの宮迫さんとはオモサコライスという飲食事業をやろうということで、あの定期的に会議をあのみんなでさせてもらってるんですけど。プロの皆さん、早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。完璧。綺麗ですね。大きくいきますね。おいしい。わー、
とろとろ。その中でいろいろ一日イベントいろんな方やってるので、宮迫さん一日店長どうですかクラブの方でもと言って、あのいいですねということで、そこからあの話がスタートしました。こんばんは。いいですか、はい、すいません、失礼します。失礼します。緊張。いい、僕もあの緊張してます。ありがとうございます。今の金華さんでも、はい、うちのお菓子もちょっと販売させていただきますけど、パスタやお塩が入ってるフィナンシェ。うわ、めっちゃいいじゃないですか。ダイヤモンドの形している、はい、あのピカタサンドです。あ、嫁大好き。ちょっと飲まないとあれですよね。完全にシラフで来てしまったので、今からエンジンかけます。エンジンかけないとね、あのたくさん来ていただけるみたいなので、いただきます。いただきます。何をすればいいか全然分かってない。ママに言われて引き受けたものの、何をすればいいんだろう。普段お酒は何を召し上がられてきたの。ハイボールオンリーです。シャンパンを飲みますよ。もちろん。今日そういう日です。すいません、あのダイレクトの売り上げにつながる。シャンパンのメニューもあるんですけど、今日せっかくなんでオリションもあれ、どういう、せっかくなんでオリション10枚10枚です。僕も引いてます。皆様、ありがとうございます。こちらシャンパンです。入ってきました。ありがとうございます。あ、じゃあこれの一発目です。ありがとうございます。よっ、ありがとうございます。ありがとうございます。一本目、一本目でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一本目で。一本目で。あざす。確か飲んでいけない。大丈夫です。いや。飲みすぎてさ、お酒取り上げますか。何がや。仕事やから。バランスね。バランスね。ねえ、ママも。いやもう無理しない。飲ましてください。ねえ、かな。お酒あまり飲まないようにって言ってたんですけど、はいはい、なんでですか。あのちょっと宮迫さん、しばらくちょっとお酒を結構飲みすぎた時期があってしまって、はい、あのちょっと手が触れてしまったりとか、撮影中もちょっと滑舌がみたいなことがあって、記事も出ちゃいました、報道も。あ、そうなんですね。はい、動画にもうちも出しましたし、狩猟が心配だみたいな記事も出ちゃったので、ちょっとファンの皆さんに心配かけちゃってるんですよ。まあ、全く飲まないっていうよりかは、その飲むメリハリをつけてちゃんとお付き合い方を考えるっていう時期なんです。そうなんです。ちょっとタイミング悪くて申し訳ないんですけど。え、今日はじゃあ大丈夫なんですか。あの七重ママにも別にそのやっぱ飲まなくてもそのうまい盛り上げ方はあるってことをおっしゃっていただいてるので、まあ、うまくそこはちょっとやってもらえたらなっていうところです。必要以上に飲んだりとかガバガバ飲まずにお客様に気持ちよくなっていただくことができるんじゃないかなと。この感じでいいんですか。ちょっと俺ちょっと正解がわからない。全然大丈夫。大丈夫。階段で先のペースもいい感じです。それはカムちゃんかな。あ、いた。はいはい。お願いします。はい。ホストの、はい、あの接客とはまた違いますよ。ホストホストのなんかお祝い会。やりました、ね、あれも言ってたんでよ、覚えてないです。ガシャンか、ゴリシャン、ゴリシャン、マジですか。すいません、ありがとうございます。そっちやな、そっちやな。ありがとうございます。ジンコ見てるやんか。じゃあ父どうしたんや。
一回だけ肘で押させてもらったもうなんかこうこれはあかんから肘ぐらいやったら店長許されあ俺店長店長しまったお客さん来やった今客のノリやったわごめんなさいほんまやわ店長やわ店長が店員の肘についてあかんよねいや残念はい腕が落ちました落ちてないおもろかったやろいやでも嬉しいあ待ってくださいありがとうございます応援しますありがとうございます写真撮ってもらうのかもねありがとうございますいやいやいやあのほらあの反射だから違うわ反射のパーティー反射だから俺無理ですよねはいチーズはいチーズいっぱいあるよ宮崎咲子さんだけ反射だから違うアンセのパーティーいただけ。シャンパン終わった方がいいんですかね。いやー、僕も一緒に席タイミングで座れるところは座って煽っちゃうんですけど、あとはちょっとうちの補正さんにも言っとくんで、ちょっと宮崎様来たらみんなで乾杯しましょうぐらいの一言言わないと、もしかしたら動いてこないかもしれない。そうですよね。はい。よいしょ飲まんとシャンパンよう煽らんわおしゃ4分ぐらい入ってました、ね、もうちょっと飲ませてほしいなせめて限りなくシラフやぞちゃんと売り上げを立てないとあんたあこもう一本いけてたなホストみたいなことを言うてんな俺もっといけてたなお客さん側で銀座で遊びに来たいとかあったんですいやもうほとんどその知り合いに誘われてとかじゃないと基本的にあの銀座六本木に行くことがないんですそれこそさんまさんに誘われてキャバクラ行くとかそんなんしかやったことないです自分で行くことはほぼなかったですねいじったりもしてるお客さんもあ それも楽しいですあの普通に突っ込めるのでまあその素人さんがいじりとか後輩さんがいじりとか言い上がらずちゃんとこう受ける方なんだなって3年ですぐ思いました逆に喜んでくれたりしますよねいやお前が言うてきたら切れるでいやあの従業員なわけやからお前がいじってきたら切れる知ったことは一回もないいやあるやろ何度かYouTube 発信なの。ねえ。全然テレビと違うじゃないですか。やな、YouTube が初めてその素が出るとこやな。じゃあお父さんの年上ちゃうの俺。いや、同い年。同い年。宮坂さんの隣の女性の方は知り合いそうな感じなんですか、はい、チャンネル開設当初からずっと応援してくださっていてその頃まだ学生さんだったんですよ、うん、学生さんですけど、まあ、いわゆるもうガチ勢じゃないですけど多分おそらく宮坂さんに恋してるぐらいの熱量で応援してくださっていて今年は社会人1年目だと思うんですけど社会人1年目で多分頑張って今日来てくれてるんだと思います すごい熱量で応援してくれてる子なんでいや、言った、そうやったの。はい。
はいチーズ、はいチーズ、オッケー、じゃあな、ありがとう、じゃあ頑張ったね、気付けて帰れよ、大丈夫ね、はいバイバイ、はいじゃあね、普通のお仕事されてる社会人の方のお金を貯めて今日も役者さんとしてますね、5万も相当頑張ったと思いますよ、社会人1年目で5万なかなか、いやツイッターで来るって宣言してたからもう、ね、心配になるわ、よっ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、ほんまかい、まだ全然大丈夫、序列が回らなくなってきだしたぐらい。一応渋谷焼肉ランキング1位になりましたから。なんでや。でや。あざっす。トルクさん、こうやって打って。やばいサービスです。サービス。今日は店長なのでちょっともう。店長さん頑張ってください。はい。はい、応援してます。はい。これで、あ、じゃあ宮迫さん。はい。赤靴下も履くじゃないですか、宮迫さん。はい。でもうあの宮迫さん還暦だから。うん。還暦だものっていう靴下。いや、53や。7年後。7年後。ママから見て宮迫店長はどうでしたか。うん、宮迫店長大人気でした。あの私の既存のお客様とかも非常に喜んでいただいて、またちょっと宮迫店長来るとき呼んでよって言われました。まああのお酒を飲まなくても本当にあの宮迫さんさすがだなと思って、すごくね面白いいいイベントになったなと、一日店長しっかりやり遂げてくれたなと思いました。